今日ここに、昭和学園創立99周年記念式を、大学の新入生、新任教職員、そして、卒業50年以上の卒業生の方々、成績優秀者の保護者の方々、そして、 忙しい時間を割いて駆けつけていただいた来賓の皆様をお迎えしてこの式を挙行できることを心から御礼を申し上げます昭和学園は99年前大正9年に創立され昭和平成そして来月から 始まる令和に向けて法を進めてまいりました。先ほどの開講の理にありましたように創立者は男性の作る文化は破壊的征服的である作っては壊し壊しては作るそれに対して愛と 理解と調和を胸とする女性文化を作ろうと、そうした夢を抱いて、日本女子高等学院を創設されました。それ以来99年、大正15年には、中野区上高田、校歌に歌われております緑が丘。 に移転しましまたが昭和20年の戦災で校舎、学寮を焼失し昭和20年の11月9日にこの世田谷太子堂の地に移転してまいりました。もともととここは や野戦十法歩兵十二連隊の大社だったので今でも馬頭観音が祀られていますそして昭和24年にはそれまでの女子専門学校が女子大学となりまた短大も併設され次々と 小学校中高等々が設立されましたこの式辞の後、スライドを見ていただきますが、多くの変遷を重ねて、現在は5つの学部、14学科の約6000人の大学生、また、こども園、 小学校、中学校、高校、またブリティッシュ・スクール・東京等、約3000近い生徒がこの学園に学んでいます。この学園には、1980年に設立されたこの創立者記念講堂、 をはじめたくさんの立派な施設が整っておりますが、それはそれぞれの時期時期に良い教育を若い世代の女性たちにぜひ伝えたいという願いを込めて、心を込めて作ってこられたということを、 私たちは忘れてはならないと思っております昭和女子大学は昭和学園はこの99年9年間常に新しい地平にチャレンジしてまいりました例えば1988年にはアメリカ マサチューセッツ州ボストンにキャンパスを設立をする、あるいは上海交通大学と協定を結び、その大学に清々堂という行動を寄付する、あるいはアジア太平洋地域から将来、 女性リーダーになるような女性たちを小学生として招くというような積み重ねを続けてまいりましたこの10年間を振り返ってみましても21年に国際平成21年に国際学科 そして24年にはグローバルビジネス学部そして26年には短大を停止し28年にはこども園をオープンし29年には9号館を建設し国際学部を設置するなどの 新しい試みを重ねてまいりました特に今日本を取り巻く環境がグローバルに活躍できる人材を求めているということに鑑みてグローバル教育に大変力を入れております平成30年そして今年 と上海交通大学と昭和女子大学の2つの大学から学位を出るダブルデグリーの学生も輩出しておりますそして今年の8月には今建設中の西キャンパスの校舎にアメリカペンシルバニア州立 テンンプル大学ジャパンが移転してままいりますこのキャンパスはスーパーグローバルキャンパスになるだろうと新しいチャレンジに私たちは胸を膨らませておりますこうしたグローバル教育は昭和女子大学の大きな特色ですが もう一つの大きな特色は、キャリア教育です。今、日本では人口が高齢化し、減少していく中で、女性たちが社会を支え、貢献することが求められています。まさしく、資料ある。 力強き婦人が求められているのです。昭和女子大学は、グローバルに通用する能力も社会を支える上で欠かせない武器になると思いますが、自分の人生を考え、周りの人たちをサポートし、 そして、この地球に住む人たちが豊かに平和に暮らしていることをシェアする人材をどんどん排出したいと願っています。キャリア教育、キャリアデザインポリシー、キャリア支援センター、キャリア支援部委員会、 社会人メンタ、ー、プロジェクト活動、そうした努力が実って、8年連続全国の1000人以上の卒業生を出す女子大では、就職率トップを続けています。もちろん就職率だけではなしに、それぞれの職場で、どれだけ自分たちが置かれた場で、 ロボットのように AI のように同じことを繰り返し言われたことだけしかできない人間ではなし自分で考える自分で責任を持った行動ができるそして単に自分自身が幸せな人生を生きることを求めるのではなしに この社会を良くするために、何ができるだろうかと考えて行動する、そうしたリーダーシップ、日本語で言えば主体性といった方が良いのではないかと思いますが、そうしたリーダーシップを発揮する女性を、これからも生み出していきたいと思っています。 新しく始まる令和の時代にも、私たちは歩みをとどめず、前進を続けていく、常に新しい日を迎えていくことを誓って、この式典における挨拶とさせていただきます。ぜひ皆さん一緒に、 この昭和学園のさらなる発展のために、ご尽力いただきたいとお願いをいたします。ありがとうございました。